はい、皆様こんにちは、黒田大輔です。この度、世田谷パブリックシアター企画制作、ビッグフェラーにて、ニューヨーク市警であり IRA 兵士でもある男、トム・ビリーを演じます。完全な東洋人顔の僕がトム・ビリーっていうっていいんだろうか、ちょっと恥ずかしいなっていうのが一番初めの感想です。一度話す機会をいただいて、ちょっと僕翻訳劇初めてなんで、ちょっとこの顔でトム・ビリーとか呼ばれたり、ご想の、ね、日本人の方に外国の名前で呼んだりすることにマイケルとかっていうすごい違和感があるんです。やりたいのと恥ずかしいのとごっちゃ混ぜなんですけど、みたいな話をしたら、森さんはその違和感はそのまま持っといて、でやってくれていいんだよって言って、多分僕分かんないですけど、もっとその大きいものを考えてらっしゃる方なので、ちょっと僕には分からないので、そういう未知のところがとても楽しみです。そうですね、全部楽しみなんですよね。まあ楽しみと、あとどうなるんだろうとか不安とかもあるんですけど、皆さん大きい劇場でたくさんやられてご活躍の方だし、なんかさっき浦井君と話したら、僕は日本人の役がほとんどないんですっておっしゃってて、そういう方と一緒にできるのも楽しみ、でも全部楽しみですね。はい、ビッグフェラー、どうなるんでしょうかね。僕も楽しみです。ぜひ劇場にいらしてください。多分すっごい面白いものができると思います。お待ちしてます。はい。